あ,あ、こんばんは、マーティン。ではの宮ラクーボーイ、キングタクです。キングタクのピーリンガイ今日はリモートで、ボーリングのレーンの裏側を知らない、えー、どうやって戻ってるか、その裏側を今日はリモートで、えー、機械を、リモートで解決し、解説します。投げたボールが詰まってきちゃった。出てこいボール。もう時間がかかるんですけども、まずスタッフさんを呼んで、も、まあ、一緒にレーンを。確認、まあ、レンはすごい。さあ、点検だ。 もう中はもう広いもんでございます。もうその裏はもう高さの機械がずらりずらり。あ、ずらりずらり。ボールをボールラックに戻したり、ピンを並べ替えたり、スコアの電子管理もこれらの機械が行うんです。これすんごいですね。ピンは一本ずつ丁寧に上に運ばれてます。これスイープされたピンはぐるぐる回るドーナツ型の巨大な輪の間に吸い込まれ、一本ずつ下から上へ運ばれます。そのダ あすごい。その9番ピンセットがセットされるとピンが起きるんです。もう上に運ばれたピンは1本ずつ決まった場所に配置されるんです。最初は1番ピン、最後は9番ピン。これが収まるようにピーンが0自動的に下がる仕組みなんです。もう機械が止まる場合もあります。つまりボールはベルトで運ぶんです。その長いベルトが走ってます。投げたボールはベルトコンベアでボールラックまで運ばれています。もし詰まった場合は オイルを吸いすぎてベルトの摩擦力が弱くなったんです。他にも作業台もあって、えー、メカニックを専門する職員が来て機械のメンテナンスをしてるんです。これはもう大変なもんですね。というわけで、ボーリング場の舞台裏でした。バイバーイ。